ヤガチャガチャンネルは今週の一言、眠え。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、9月15日水曜日夜の10時の配信となります。いかがお過ごしでございましょうか。はい、というわけでね、ただいまね、収録してるのがですね、9月15日の4時20分ね。明日あれなんですよ、朝から現場というか、その行かなきゃいけない場所があって、なので夕方に収録ができないんで、なんとかして全部の収録を巻きで対応しなきゃいけないっていうのがまさに今ですね。いやー、頑張りましょう。はい、というわけでございまして、そんな感じでお送りしておりますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。というところでございまして、9月も中頃に入りましたね。ちょっと引きますね。なんかもう気づけばそんな時期なんだなというふうに思いながら、本当に日々を過ごしております次第です。早いよね。毎回言ってることだけど、毎回言ってるからね、聞き飽きちゃってる人もいるかもしれないけど、まあ早い、本当にね。なんか年取ったらさ、一日一日が早くなるとは聞いてたけどさ、こうも早くなる必要ありますかって個人的に思いますね。ちなみにでございますけどもね、前回生配信でお話ししたんですが、ちょっと私ね、明日ちょっとご飯を食べる用事があって外で、でそれがね、ご飯食べる用事としては9月ラストで、もう10月中頃までないかなっていう状態になるので、しっかりとね、減量の方も始めていきたいなと思っております。なのでこのね、毎週のヤガチャガが、ヤガヤしないラジオが、言うなら毎週のこの何、顔つきが変わってきたなと思ってきたら、成功ですし、それをいつまでも感じていただけなかったら私の努力不足なのでね、ここからね、もう一回ちょっとフォルムチェンジをしっかりとしてですね、新しい自分というものを発揮していけたらなというふうに思っているところでございますね。そうなるためにはね、いろいろと毎日頑張っていかなきゃいけないところでございますので、まずは日々の努力を怠らないように頑張っていきたいと思っておりますね。ヤガミハヤテは全国のダイエットしている女子男子を応援しますね。というわけでございましたね。なのでね、自分磨きをしたいと思っている人はね、一緒によかったらヤガミと付き合ってあげていただければなというふうに思っておりますね。ダイエットコーラって結局太るよって説があるんだけど、アステルパームは太らないんじゃないの？どっちなの？ね、本当にね、世の中にあるニュースがいろいろあって迷いに迷っている、そんなヤガミンことヤガミハヤテがお送りします。30分、よかったら今週もヤガミンのちょっとした小話をお付き合いください。お願いします。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでございまして、今月の築地報告のコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、皆様から頂戴しております、テーマトークに沿ったお便りを募集しております。9月に皆さんにですね、募集させていただいているお便りのテーマトークがこちらでございます。9月のお題、好きな食べ物ね、至ってシンプルでございます。こちらをね、皆様から募集させていただいております。よろしくお願いします。というわけでございまして、今週のお便りでございますが、1つ目はやっぱり先発投手からいきましょう。こちらペンネーム誘惑に負けたケサランパサランからいただきました。ありがとうね。食べ物のことを考えてたらお腹が空いてきました。ぶわー、現在の曲は23時26分、太る、食べたら太る、我慢します。食べ物の代わりに下唇を噛むことで上をしのいでいるケスです。やがちゃっちゃ大変だな、やがちゃっちゃ。卵かけご飯、猫まんま、梅干しご飯、海苔巻き、食べ方はいろいろですが、とにかくお米が大好きです。何もつけなくてもお米だけで甘みがあって美味しいし、マジでお米は人類の、何っけ、これなんて読むんだっけ、すごい難しい漢字を打ってきたな。Google で検索してやろう。コピーできてねえな。Google でこれなんか絶対読もう。なんか、なんか、なんていう漢字かも例えれば、H って打ってみて、みんなスマホで。難しいから、絶対難しいから、こんなの読めないから人間にはね。というわけでございまして、人類の H 最高でも、お米どうしても太るんですよね。エネルギーがいっぱいだから3食お米しっかり食べてしまうと供給過剰になってしまう。少しでも痩せたいですが、最近はもうお米を食べるために運動すればいいのではみたいな気持ちになってきてるので、ダメなケスです。多分それはもう運動いいや、お米食べちゃおうになるから、心を鬼にして我慢。ヤガミさんはお米が好きですか？特に何と一緒に食べるのが好きですか？ケスはやっぱり卵かけご飯が一番好きです。あー、なるほどね。お米の食い方の好みか。まずで言うと、単体で言うとチャーハンが好きですね。
チャーハンは好きですね。うまいチャーハンのためだったらマジで150キロぐらいは車出すぐらい好きですね。はい、あのスピードじゃなくてね、150キロぐらい離れたところでも食べに行くぐらいチャーハンは好きですね。でもやっぱり焼肉じゃない？ね、あ、なんだっけ、有吉とマツコのなんたらみたいなテレビでやってましたけどね、ワンバウンドはありかなしかみたいな話がありましたね。要は焼肉のタレをつけたお肉をご飯の上にちょんちょんってして食べるのは、それはもうもはや焼肉じゃなくてタレを食ってんじゃねえかと。ね、だからワンバウンドってどうなんだっていうのがあったんですけど、ワンバンしますね。お肉をタレにつけて、それをご飯の上にちょんちょんとつけて、ご飯の上にタレが乗っかって、そのお肉を食べた後にタレがついたご飯かっこむ。幸せじゃないですか。それは間違いなく幸せというものじゃないですかと私は思ってしまいますね。それぐらいにはね、どうしてもね、好みになってしまいますね。でも米大体全部好きだな、正直。米の食い方ってどれにせよっていう感じ。やっぱお米自体がうまい。めちゃくちゃ美味しいし、なおかつね、やっぱその米っていうのはね、何かその食を進める上でもめちゃくちゃ優秀ですよね。それはもうね、どうしようもない答えでございますね。そうだな、寿司も好きだし、いや、米あったら大体好きだな。ちなみにね、個人的になんですけど、築地か、築地にあるところのローソンに、これ他のとこでやってるのか知らないんだけど、俺は築地でしか知らないんだけど、お店で作ったおにぎりがあって、その中にスパムおにぎりつながったんですよね。米と上にスパムが乗ってて、それが海苔で巻かれてて、だからなんかどでかい寿司みたいな感じになってるやつがあったんだけど、あー、あれうまかったなー。いや、だって、いや、米だろ、米をまずく食う方法、俺あれですね、これちょっと賛否両論あるかもしれないですけど、これは個人の好みですよ。お粥が嫌いなんですよ。なんかお米のふっくらした食感が好きなので、お粥ってどうしてもそのお米を潰しちゃうというか、ちょっとぐちゃらせるじゃないですか。あれがね、あんま好きになれなくて、個人的にはね、お粥とか体調悪くなってない限り食いたくないですけど、体調が悪くなっててもあんまり食いたくないですね。それぐらいなんかで、ね、食感が残るのが好き。だからお茶漬けとか作っても結構早めに食べちゃうタイプ。要は時間かけちゃうとね、その分どんどん お米がお水を吸っちゃうので、できる限りそのふわふわもちもちした状態で食べたいタイプなので、できる限り囲むようにしてますね。はーい、なんか完全に飯食いたくなったな。続いてのお便りでございます。こちらはですね、こちらペンネームロンの耳さんからいただきました。築地報告です。ありがとうございます。やがみやがちゃっちゃ、はい、やがちゃっちゃ。僕は和菓子が大好きです。好きな和菓子をあげたらキリがないんですが、常用饅頭と、これ常用饅頭でいいのか、常用饅頭と、あとなんか若鮎、若鮎、ちょっと待って、常用饅頭っていうのが、あ、常用饅頭、あれだ、白い生地に中にあんこが入ってる、やつだ。で、すりおろした、山芋とかの、米の粉の皮で、あんを包み蒸し上げた、しっとりとした、上品な味わいの、常用饅頭。あとこの、若鮎って何？若鮎？待って。若鮎だ。わあ！あれだ！若鮎は本当に鮎なんだ。なんかバナナみたいな形をしていて、で、その中にカステラ生地でバナナみたいな形になっていて、で、中に、なんだ、白いあんこみたいなやつが入ってるお菓子のことを言うらしいね。僕の二大巨頭で、月に何度かは家族で近所の和菓子屋さんに買いに行きます。数年前からいろいろな和菓子屋さんでクズバーというアイスをよく見かけるようになりました。クズバーは名前の通りクズ餅の材料を使ったアイスです。プルプルもちもちの食感にアイスのシャリシャリが混ざり、なんとも癖になる和菓子のアイスで見かけるとついつい食べたくなってしまいます。ヤガミは好きな和菓子ってありますか？クズバーうまそう。これが食いたい今。クズバーが食いたい。なんかめっちゃ
説明だけ聞いてると抜群にうまそうなんだけど、何これ。こういうお菓子があるんだね。なるほどな、うまそうだな、いいなこれ。へえ、これなんか和菓子屋さんとかだったら売ってるのかな。なんか今度探してみたいなと思いましたね。好きな和菓子かカステラですかね、やっぱり。どうしてもね、長崎出身っていうのもあるので、あのカステラっていうのには目がないですね。なのであのベビーカステラとかお祭りで売ってるとよく買っちゃいますし、あとはなんだっけ、なんつうんだっけ、あの餅にさきな粉とかさ黒蜜かける、くず餅か、くず餅もすっごい好きですね。なんかきな粉が好きと言われたらちょっとその説があるので若干ちょっと強気に出れないんですけど、でもそこら辺のねお菓子とかご飯とかっていうのが個人的にはめちゃくちゃ好みだったりしますね。あとなんか他にあるかな、和菓子か、あんま食わねえな和菓子って。そうだね、なんかで、ね、和菓子を食う文化の近いとこにあんまりいなくて、だから和菓子を食うっていうのがあんまり定着してないですね。いやでもね、あの食べたら美味しいなって思うものはあるし、あと元々で言うと最近マイブームなのが抹茶、和菓子なのか難しいけど、あの数年前に京都に行って、あの宇治金時って食べる人の気持ちが分かんなかったんですよ。なんだあれと思って。なんだけどやっぱり京都行ったらそのお茶っ葉を使ったいい宇治金時があって、でまあ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 京都来たからにはこれ食うかって食って、なんか俺の中ではお茶の渋みというかそういうのが来るのかなと思ったらめっちゃうまいんですよね。なんかそれこそワンチャンイチゴとかレモンとかより甘いんじゃないのぐらいの風味がバーって広がって、あこりゃうめえわっていう風にね、めちゃくちゃなんだろう、今までの自分を改めたことがありますね。あのまさかのそれで改めるのもどうかと思いますけどもね。いやーでも和菓子なんかな、今度なんかいろいろ食ってみてえな。ダイエットの話したばっかなんだよな。はい、というわけでまだまだですね、9月の20日まで皆様に好きな食べ物で、こちらお手紙募集しております。ちなみにでございますが、10月のお題はですね、好きな季節とその理由というですね、こちらのお題で募集しております。こちら概要欄からお手紙を出しできますので、もしもよかったらお手紙出してみてください。というわけで以上、築地報告のコーナーでございました。あー動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー矢上ハヤテのやがやがやしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでございまして、ふつおたフリートーク近況のコーナーでございますが、今回こちらですね、お便り目が、特にございません。はい、というわけでございましてですね、お便りがないので、普通にですね、あの普通歌フリートークをねさせていただきたいなというふうに思っているわけでございますけども、ちょっとね今日出たそういう話をねちょっとしようかなと思うんですが、例えば私ってその動画制作とか企画とかっていうのをメインでお仕事やらせてもらってるわけですよね。で、どっからが仕事なのかっていうのをめちゃくちゃ考えるんですよ。要は、例えばその、サラリーマンとか、あとはどっかとかで普通に仕事をしててってなると、やっぱ出社時間から退社時間っていうのが仕事の時間になるんですけど、クリエイティブを仕事にした場合って、物が浮かばなかったら何もないんですよね。例えばその企画書書いてください、八神さん。あ、わかりました、やっときます、つって。で、ずっとこうやって、どうしようかな。ってなってる間って給料って発生していいのかなって、まあもちろん考える時間も給料だとは思うんですけど、特にそれを私フリーランスでやっちゃってるので、考えてる時間にお金を払ってくれる人がいないんですね。だから考えをとにかく表に出さないと、次のステップに進めないっていうことをやっていて、でまあありがたいことに、なんか今までいろんなものと触れてきたから、企画が1時間浮かばないってことはまずないんですけど、でも15分ぐらいね、あの、アップルペンシルずっとここの上に乗っけて、ずっとこうやって、どうしようかなーみたいな、なんか鼻の下に挟んでね、みたいなこともあったりするわけですよ。っていうのがあった時に、なんて言うんですかね、そういう風になんかその進めていくっていう展開があった時に、本当になんか、どう、なんか
その、どこからが仕事の時間なのかっていう計測にめちゃくちゃ悩むんですね。で、なんでこんな話をしてるのかっていうのが、その、クリエイティブな仕事ってブラックになりがちなんですよ。168時間とかもってのほかというか、で、私の場合仕事しながら、やがかつしながら仕事したりするので、もうめちゃくちゃなんですね。結論から言うと。なので、そういう風になったりしちゃうと、どうしてもそこら辺もなんかグズグズになったりすることが多くて、で、やっぱそうやってグズグズになっちゃうっていうことが起きちゃうと、なんか結局じゃあこれいくらぐらい請求しようかなみたいな話になったりするんですけど、仕事って楽しいなって思えたら、なんかもっとなんて言うんですかね、時間が経つのが早くなるし、時間が経つのが早くなって、その分なんだろう、もうちょっとそのポテンシャルが余るというか、もうちょっと頑張れたりすることもあるのかなと。で、もちろんこれは残業とかサビ残を推奨する話ではないんですよ。ね、雇われの身だったりとかするならば特に。なんだけど、なんか、クリエイティブを仕事にした時点で、なんかその168時間以内に成果出せってなかなか難しい場合もあって。やっぱ、1ヶ月とかで企画を成立させるってなると、168時間どころじゃないような調整の時間とかが必要になったりとかすることもあるし、みたいなことがあった時に、たまに後輩から言われるんですよ。私も八神さんみたいな仕事したいですって時に、おいでっていうのが正解なのかがね、めちゃくちゃ難しいんですよね、正直。なんか、この界隈来ない方がいいよとも思うし、こんなに面白い界隈ないよとも思うし、まあ、何が言いたいかって、向き不向きが絶対にある仕事だと思うんですよね。で、本当にそれこそ、なんか場合によってはだけど、物を面白くするためのミーティングっていうのが5時間とか行くこともあったりして、で、5時間もね、ミーティングされた日にはね、仕事落ち着いてないので、もちろん仕事もやらなきゃいけないよねってなるわけですよね。で、そうなってくると当たり前だけど、その日とかもう労働時間とかもうめちゃくちゃなことになったりするわけで。だけど、この5時間があったからこそ、面白いものが出せるのではないかって考えると、この時間を無駄だっていう風に言うのはちょっと、早計すぎんのかなとか思ったりするわけですよ。ね、だからね、難しいですよね、結局ね。どこを正解とするかっていうのがめちゃくちゃ難しい仕事ではあるんですけど、でもなんか、もちろん、みんなが働いている側で、そういう時間とかを強要してくる人がいたら、労働基準法って知ってますかっていう話をしていいと思うんだけど、この界隈ってどこまでが労基なんだろうみたいな。まあまあ、168時間が労基なんですけど、やっぱり、仕事が乗ってる時に8時間とかで区切られちゃうのもしんどいし、とか思うと、最近なんか、本当にこの仕事って、すごいハピネスブラックな仕事だなと思うようになってきて、なんかね、なんか、やっぱり、こうやって一個一個の仕事をやることで、いろんな人になんかその楽しいとか思ってもらえて、少しでもそこがさらに広がるようにとか思ってるんですけど、思ってる反面ね、どこまで何をどうしたらいいのかってところでね、ちょっと個人的には、なんかどういう風に見せるべきなのか、どういう背中を見せるべきなのかってところで、少し悩んでいたりするところがあったりするところだったりします。難しいっすね。なんか、何が正解ってわけでもないし、かといって何が不正解っていうわけでもないしっていうこの環境なので、そういう環境下の中で何を見せてどういう風に展開していくのが正解なのかってやっぱなかなか難しくてね。まあでも思うんですけどね、めちゃくちゃクリエイティブな仕事って向いてる人って面白いぞって。だって24時間365日新しいものを作り出すっていうことを悩めるってめちゃくちゃ幸せなことだと私は思っていて、やっぱこのヤガ活もそうですけど、みんなに喜んでもらうためにはどういう動画にしようかなっていうのがめちゃくちゃ楽しかったりするわけですよ。やっぱみんなとこうやってあれしようこれしようとか考えてるときに、みんなからもらえるいろんなご意見とかそういうのとかを反映させながら、次はこういう客やってみよう、ああいう客やってみようっていうのを一個一個試し打ちしていって、でそれがめちゃくちゃみんなにハマってて、みんながめちゃくちゃ喜んでくれてる時とかめちゃくちゃ嬉しいんですよね。なんか本当になんだろうな、動画とか作っててみんなとかがその動画見終わったとかに楽しかったとか言ってくれると、本当なんかこれのために来てたんだなぐらい、それぐらいのね充実感を私は得てるので、やっぱねあれだと思うんですよね。まあ自分はたまたまクリエイターに向いてたタイプの人間だと思うんですけど、ね、皆さんもね、なんか例えばですけど、ロンの耳さんがね、絵本作られたりだとか、そういうのがあったりとかっていうのがあったように、なんかクリエイティブなことをやられてる方もね、もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、同人誌作ってるとかね、そういうのも十分クリエイティブなことですし、お絵描きが好きで絵をたくさん描いてる、これもクリエイティブなことですね。っていう風になった時に、なんか皆さんのその趣味、仕事にできますかって言われた時にね、
非常に難しい問題だなと思うわけです。でも、中にはいますよね。好きなことは仕事にしない方がいい。俺は思っちゃうんですよね。なんでって。すごい大好きなことだから仕事にすりゃいいのにって思っちゃうわけですよ。だって、今もこうだけど、仕事してるとき楽しいから。そう、だから、俺はなんか仕事してるのを、違和感と感じたことが一回もないので、仕事してるのすごい楽しいのになんで好きなことを仕事にしちゃいけないんだろうと思うタイプだったりだとか。だから、何が言いたいかって話なんですけど、世の中に言われてる、ああした方がいい、こうした方がいいって、大体その人に合ってるかどうかわかんないから当てになんねえってことですよね。ハウトゥー本ってあるじゃないですか。ね。なんかこの時はこうした方がいい、ああした方がいいって、本当にと思うわけですよ。ね。お前はそうかもしれないけど、俺はそうじゃないかもよ。みたいな。ね。そういうことって絶対あると思うんですよ。だからね、なんかどれが正しくてどれが不正解なのかってなかなか難しいんですけど、でもね、なんか絶対になんかそういうことも世の中たくさんあるわけで、だから誰かの行動っていうのを A パターンとか B パターンとかに区別することって良くないと思うんですよね。だから本当に10人いたら10人の考えがあって10人問いろっていうのが許されてるのがこのね、世界の面白いところなので、なんかそうやって考えると、世の中にあるハウトゥー本がイラついて仕方がないんですよね。なんか、お前たちはこう思ってるかもしれないけど、上の人間はこう見てるぞって本当にそうみたいなね。なんか、やたらめたら人間のこと区分けしたがるけど、本当にお前それくらい区分けできるくらいの人間と会ってきたんかっていう。例えばだけどね、1万5000人と話したことがありまして、その中のパターンで言うんだったら、こういう傾向が多かったですだったらわかるけど、ああいう本ってね、何人くらいと会ってきたかとかっていうのに、ソースって言われるもん、どこにも書いてないしね。で、そんなところのハウトゥー本にね、何かなんか言われたりしてもね、それ本当かなとか思っちゃうわけですよ。ねえ。本当にね、なんか、最近ね、仕事をしてて思うのが、こういう時はこう、こういう時はこうみたいなパターン化したい人が増えてるなと思ってるんですよ。なんだけど、パターン化って実際問題できるかねと思ってて。ね。やっぱりですけど、そのパターン化っていうのを何かしようとしたところで、その限界とか無理とかが生じてしまうと、それでなかなかできなかったりするところもあるわけだし、だから、やっぱりある程度臨機応変に動いていく必要があるんですよね。この臨機応変って難しいんですけどね、仕事場とかで言われる臨機応変にって、なんか全部うまいことやれっていう意味合いになっちゃったりだとかね、臨機応変を悪く使う人がいるから、臨機応変って言葉がどん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 世の中の中で悪い言葉の意味として浸透してるんですけど、別に臨機応変って悪い言葉でもなんでもないじゃないですか。ね。それこそね、例えばだけど、なんだ?そうな、例えばだけど、目の前にね、妊婦の方とおばあちゃんがいて、自分が電車の椅子座ってて、どっちに席譲るかって言われた時だって、いろいろ考えた上で臨機応変にやるわけじゃないですか。ね。個人的にですけど、多分、妊婦の方に譲っちゃいますけど、私だったらね。やっぱりだけど、なんだろう、他にもね、優しい人がいたらその人にも譲ってくれるかもしれないしって考えた時に、妊婦の方ってその一時的なピークを迎えてるというか、一時的にすごい辛い状態。要はね、お腹の中に赤ちゃんがいるってすごい大事な時期なのでね。そういう風に考えると、その妊婦の方に座ってもらおうかなとか思うけど、これの判断なんて人によるわけだし、それが臨機応変というものだしっていう、もうちょっとなんか他人の考え方を尊重してあげたりだとかね、許し合ってあげられる世の中になればいいのになってめちゃくちゃ思ったりするわけでございます。ねえ。それこそね、知り合いというか、なんか元々ね、リスナーさんだった人のね、お子さんがね、めちゃくちゃギター弾いてる子がいて、で、中にはね、子供の時になんかギターとか覚えさせるのはダメだ、ピアノにしろみたいなこと言ってる人がいるんですけど、なんでギターじゃダメなのかと。ね、お前の家庭ではピアノがいいかもしれないけど、こっちの家庭はギターの方がいいんちゃうっていうこともあるわけじゃないですか。みたいな、そういうなんか、押し付けがましい人っていうのが世の中に増えちゃいましたよね。世の中はこうあるべきだとか、それこそね、わかりやすいところで言うと、女性はこうあるべきだ。ね、女性はお家を守るべきだ。女性は働きに出ないべきだ。ね、女性はおしとやかで清楚であるべきだ。誰が決めたんだと。俺活発で元気な女の子の方が好きです。普通に。ね。それこそね、お家守ってくれるのも大事かもしれないけど、一緒に遊びに行こうぜって言って二人でお家のこと無視してね、どっか遊び行った時間の方が楽しかったりしますし、だからそういうのもあるんですけど、でもなんか昔からの固定概念とかが強い人とかはね、女性はこうでなければならないみたいなこととかぶつけたりしますけど、そういうこと言うのもね、大体あれですよね。なんでしょう、自分の中にあるイメージっていうのがもう確固たるものになってる人っていうのがね、一方的にそうやって押し付けたりするわけですけど、いろんな方がいていいじゃないですかと思うわけですよ。
ね、あの、清楚な女の人もいますし、ね、断蜜みたいなね、あの、清楚エロい人もいますし、それはそれでいいじゃないですか。ね、いろんな人がいていいと思うんですけどね。あの、ダイバーシティなんて言葉がありますけどね、ダイバーシティは多様性なんていう言葉の意味を示しているわけでございますけども。ね、本当にね、なんかよくね、俺のところに相談をしてくれる人とかいろんな人とかがいてくれて毎回毎回嬉しいなとかで楽しいなと思いながら相談乗ってるんですけど、なんかこういうのはダメですかとかこういうのは良くないですかって聞く人がいるんだけど、自分がいいと思ってんだったらいいんだよ。まあ法律とか道徳に反してなければね。うん。もちろんだから法律道徳に反した状態でそういうことをやるのは良くないと思うけど、そうじゃない中で自分がこういう風に生きたい、これを信じているって思ったことを表に発信することが悪になることなんてあっちゃいけないんだから。だからそんなことはきっとないはずなので、もっと朗らかにね、おおらかにね、生きていただきたいなと個人的には思ったりするところでございます。ね、みんながもっとね、楽しく過ごせるようになるといいんですけどね。特に今ね、どうしてもコロナのね、影響があってなかなか自由気ままに外に出れないっていう、このストレスとかもあるんででしょうね。お家の中でインターネットを見る時間が増えたので、ツイッターとかを見る時間が増えてしまって、自分の気に食わない人っていうのを見つけられる確率が見れる時間が増えた分母が上がったことによって発生しちゃって、で、そこからね、相手のことイライラしちゃうとかっていうことがね、あったりするのかなと思うんですけど、そんなもうミュートがブロックでどんどん淘汰していけばいいのよ。自分のツイッターのタイムラインには楽しい情報しか流れてこないようにさえすればいいの。ね。なんだけどね、どうしてもそういうところとかも気にしいの人とかがね、こういうこと言ったらあれかな、これかなとかっていう風になっちゃってる方とかもいらっしゃいますけども、なんかね、もうちょっと等身大のこと発信していけばいいんじゃないのと個人的には思ったりする今日この頃でございます。ね。本当にね、バーっといっぱいいろんなこと話しましたけど、何が言いたいかのまとめになりますけど、もっと皆さんね、自由気ままに自分らしく毎日過ごしてください。皆さんというそれぞれ一人一人の個性っていうのはね、皆さんしか持ってないとっても大事なものなので、ね。だから少しでもね、自分のことを受け入れてあげて、自分のことを好きになっていただいて、その上でね、いろんなことに挑戦されたりだとか、前に進まれたりしたらいいんじゃないかなってめちゃくちゃ思います。ね。個人的にですけどね、私なんかもこうやって、この年齢になってね、YouTuber やってます、やがちゃっちゃとか言ってますけど、ね、やっぱり周りから叩かれたりするわけですよ。ね、こんな年齢まで売れてないんだったらもうやめろ、引退しろ、目がないとか言われるんですけど、好きでやってるわけなんですよね。まあ、もちろん伸びたら嬉しいですよ。伸びたら嬉しいなと思いますけど、伸びようが伸びまいが私は好きだからここにいるわけですよね。だから、それって誰かに否定される筋合いないし、ね、余計な、なんかその、親切心で言ってくれてるのかもしんないけど、余計なお世話だし、ね、そんな時間違うことに使った方がいい、うるせばあかっつって終わりなわけなので。なのでね、皆さんもね、どこか心のどこかにね、乱暴な言葉かもしれないけど、うるせえバカを持っていただいて、何か言われたからそうしなきゃいけないのかなってなる前に、自分の好きなこと本当に諦めていいのかなってところをしっかりと自分のことを見つめ直していただいて、その上でね、少しでも前向きに一緒に進めていけたらいいんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思っているところでございます。ねえ。やっぱね、コロナとかの影響でね、みんなね、イライラとかストレスはあるんだろうなってのはすーごい思います。すーごい思うけど、でもね、やっぱりだけどね、楽しくニコニコ笑ってられる時間が一番ですよ。ね、人間ね、笑顔になるだけでもね、体の中の悪い物質がいろいろ飛んでくって言われてますからね。人間やっぱり自分の中にある邪気を払う一番いい方法は笑うことなので、皆さん楽しいことを少しでも過ごしていただいて、楽しいことを少しでもやっていただいて過ごしていただいて、自分の中にある楽しいを貫き通していただいて、その上でね、少しでも楽しい毎日をね、過ごしていただけたら嬉しいんじゃないかなっていうふうに個人的に思っておりますね。いやー、なんかすげー真面目に語っちゃいました。ね、お時間があったのでね。うん。でもね、ほんとね、なんかね、みんなが楽しそうにしてると嬉しい。純粋に。なんか、俺結局なんかね、人のことを喜ばせることでしか自分の欲求が満たせないタイプの人間なので、みんながニコニコしてくれてるとすごい嬉しいなと思っていながらですね、毎日日々過ごしてます。皆さんがニコニコできるような動画も投稿できるように頑張りますので、何卒よろしくね。以上、フリートークのコーナーでございました。はい、エンディングのお時間でございます。というわけでこちらの番組お手紙募集しております。下の概要欄のところからですね、お便りの方募集しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、もうあっちゅう間にエンディングでございますね。毎回ラジオはね、収録するときにね、うわ、まだ18分もある、何話そうかなとか思うんですけど、乗ったらもうあっという間ですね。びっくりしちゃうところでございますね。いやー、でもね、本当にこうやってなんか自分のことを好き勝手に話せる時間がいただけてる、まあ自分で作ってはいるものかもしれないけど、聞いてくれてる人がいるから成立してるわけであって、そういうところで言うとね、こうやって時間がいただけてるのは本当に毎回皆さんのおかげかなとめちゃくちゃ思ってます。本当にいつもありがとうございます。はい、というわけでございましてね、お便りの方もね、月中王国のお便りはまだまだあるんですけども、フリートークとか普通歌のお手紙が今少なくなってきておりますので、逆に言うと採用率が非常に高いです。
なので、なんだろう。日頃を過ごしててね、ちょっと発見した出来事だとか、そういう些細なことでもいいので、何かしら送っていただけると、現在だとね、非常にその当選確率高くお読みできますので、もしもね、お手紙読まれてみたいな、なんていう方がいらっしゃったらですね、こちらの普通歌のコーナーまでお寄せいただけたら嬉しいかなと思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。はーい、というわけでね、9月中頃になってね、ちょっと外寒くなってきましたね。そろそろね、どういう服装にしなきゃっていうのを変えなきゃいけない頃合いかな、なんていうふうに思ったりするところでございます。季節の変わり目はね、なかなか体調を崩しやすい方が多いと伺っておりますので、体調を崩されないようにゆっくり気をつけてください。というわけで、そんなところで、今週もそんな感じで、ヤガミンことヤガミハイデがお送りしました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。See you next time, stay tuned! バイバイ!というわけで、おやすみなさい。